バレーボール女子の16歳以下の日本代表に選出された西部中学校の吉村はぐみさんが鹿島市役所を訪れ、来月開かれるアジア選手権大会へ向け、少しでもチームに貢献すると意気込みました。鹿島市役所を訪問したのは西部中学校3年で女子バレーボール部の吉村はぐみさんです。今年4月からの合宿や選考を経て、バレーボールの U16 女子日本代表の12人に選ばれました。4歳からバレーボールを始めた吉村さんは、身長168センチ、ポジションはセッターで、西部中学校ではキャプテンを務めています。相手の裏をかくトス回しを得意としていて、アジア選手権大会では、今までしてきたことを発揮し、少しでもチームに貢献できるように頑張りたいと意気込みました。アジア選手権で優勝し、世界大会に出場することです。プレッシャーには負けず、自分ができることをしていきたいと思います。吉村さんは来月1日から中国で開かれるアジア選手権大会に出場し、予選ではイランとオーストラリアと対戦する予定です。